山あいにけぶる岐阜県八幡町。ここでも通信部記者が毎日ニュースを求めて活躍しています。町の警察では顔なじみのおまわりさんからまず事件ネタを、その足で今度は役場へ。町の景気を調べる経済記者に早変わりです。原稿を書き飛ばすご主人の傍らでは奥さんがその整理に大わらわ。本社に原稿を送るのは奥さんの役目。まさに一家ぐるみでニュースを追っています。活字になった原稿を切り抜くのは楽しみの一つです、とその手つきも軽やか。大和村の内谷は陸の孤島といわれる山奥の部落です。内谷分校に新しい校舎がこのほど出来上がり、今日はその落成式。取材にやってきた通信部記者もまず子どもたちにささやかな贈り物をしました。子どもたちの心を捉えるのもなかなか大変です。こうして綴るルポルタージュ陸の孤島、地方文化の担い手通信部記者の顔は生き生きとしています。午後9時、ようやく一日の仕事から解放された一家に団らんのひとときがやってきました。喜びも悲しみもニュースに生きる通信部の一家です。